おはようございます。長野市議会議員の小泉和馬でございます。今はね、5時25分かな。今日はちょっと早めに新聞拾いにやらせていただきまして、録画で皆様のもとにお届けしたいということでございます。ごめんね。9月5日木曜日です。七の毎日新聞です、えー。長野県北部のお天気は晴れかな。長野は32度まで上がって20度まで下がるとだんだん涼しくなってきました。えー ネット偽情報対応義務化、SNS 業者、業者、航空の事前審査や本人確認総務省定期検証へ協議会。えー、っと、ニ情報対策のポイントとしては SNS 事業者に対応義務付け、うんうん、広告の事前審査基準策定や公表、広告審査体制を整備、知識を持つ人員配置、 行政機関の申請に基づく削除の迅速化。関係者による協議会の設置ということで。<laughs> なるほどねえ。ネットの広告、ちょっと規制が厳しくなりそうな予感ですね。うーん。<laughs> なるほどね。政府検閲につながる懸念。表現の自由を守る制度が重要ということです。おー、なるほどですね。 まあ俺一度やってみたけど、ツイッターはね、結構、ツイッターだったよな。あの、広告打とうとすると、政治絡みはダメですよ、みたいなね、そういう強めの規制入ってます。それもどうなのかと思うけどもね。えー、っと <laughs>。あの誰で来るんだろ えー、も市長に異論あいつ、官房長官、防衛増税必要。ああ、そうなんだ。ああ、そう。そんなこと言ってんだね。総裁選出馬表明してるけれども、防衛増税1兆円分停止する。ああ、そうなの。言ってること逆じゃんねってことだね。うーん。言ってきたことって逆のこと。やろうとしてるってことだ。ええー。 えー、ライドシェア拡大、地方へ時間帯を柔軟に、諏訪市も導入検討、地方交通期待と悩み、えー、官民連携の組織、ノウハウを提供、足踏みの自治体支援へということです。ライドシェアってあれですよ、ね、ウーバーみたいなやつですよね。日本では、ウーバーは <laughs>、出前屋さんみたいなふうになってるけども、ウーバーは、えっ、ー、と、ライドシェアですよね。私の理解では、えー。自家用車を使って有料で客を運ぶサービスがライドシェア。 白タク行為の例外として、この白タク行為っていう言い方何度かならんのか。今年4月に始まった日本版ライドシェアは、タクシー事業者が実施主体となり、ドライバー募集や安全管理、自己対応などを担う。まあ、ライドシェアつっても、要するにタクシーなんだよね、日本の場合はね。<laughs> <laughs> えー、コツコ存続で一致有識者会議初会合。はい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 。 これ、荻原健二さんが国スポやめろみたいなことを言ってたんですけれども、存続で一致したということですね。さあ、荻原健二さんはこれを受けて、どのようなコメントを発するんでしょうか。えー、っと、開催の期間や性頻度の弾力化、複数自治体での開催、運営資金の調達方法などが論点に上がっており、会合でもこうした点について委員が発言したという。なるほどね。 <laughs> 安倍知事は異議をどうするかにより開催の在り方が決まる持続可能な大会にするためしっかり見直すことが重要だと述べたということでございます <laughs> うーんなるほどね荻原健司さんは国スポをなくしてしまってもいいんじゃないかみたいなことを言うことがありますよね、まあ、少なくとも小泉にはそういう印象で受け止め発言過去にはありました まあ、アスリートをやってきた方としてはね、いかがのものかと思いながら俺見てたんだけど、あのー、まあ、オギャース・ケンジ選手ぐらいになると、国スポなんか、変みたいな感じなのかな。まあ、あの方もね、バネは、えー、国体なんかに出たりね、また戻ってきたりしてましたけれども、なんかね、国民、 体育大会、国体、国スポ、国民スポーツ大会になったけれども、小宮健さんはいらねんじゃねん、的な発言をしていたと小泉一馬は受け止めています。<laughs> 日中ホットライン境外化、あら困ったね。8月の中国軍機上空審判事も使用見送り。見送りって日本側から使えばいいじゃないですかね。<laughs> 事前協議がい,いの、ホットライン。そう、事前協議 ホットラインで必要じゃん。意味ないじゃんね。えー、事前協議で、いやいいいいらないいらない,い,らないって言われた。何なんだよ、それ。ああ。なるほどね。日本旅行を初めて中国が侵犯した際、えー、日中両国政府が防衛当局幹部間のホットライン、専用回線を使用してなかった。 そうなんだ。昨年5月にホットラインの運用開始を発表していこう。あ、そうなの昨年5月なんだ。案外最近なんですね。防衛統計官の交流行事での利用にとどまっており、軽害化だね。交流行事。<laughs> ああ、軽害化の実態が浮き彫りになった。もうだって何 ?1 年ちょっとなのに、もう軽害化してんの え使ったか使わなかったのか、なぜ言えないのか。領空侵犯後、与党の閣僚経験者が東京都内で、持たれた防衛省側との会合で、答えに急する同省を関係者に畳めかけた。会合後周囲にかつてない事態に使用しなくて、いつ使うんだ。そうですよね。日本政府はホットライン使用の有無を、外交上のやりとりに当たるとして公表していない。だが、運用規定を見直すべきだとの声は日中双方の政府内で、 漏れ始めているということです、うん。まあ、ホットラインってね、なんか、緊急事態、あの、外交的なものが発生したときに、二国間で、おれちょっとどうなってんすか、えー、実はみたいな、そういうやりとりができるような回線ですよね。緊急的に使える回線。それが事前協議必要。<laughs> 初めての領空侵犯で機能しなかった。どうなってんすか <laughs> アメリカ大統領選挙は支持率互角で終盤へ。あれま。残り2ヶ月10日の討論会が鍵に。200年ぶり会員投票で決着可能性も。え、会員投票で決着そんなのあんのう <laughs> ーん。えー、っと、格闘する選挙人数が同数で決着はつかず、1824年の大統領選 以来、200年ぶりに会員での投票にもすれ込む可能性も指摘されている。ええ <coughs>。のことってあり得るんだね。ほう。大半は党派性が明確で、結果事前で見えている。こう、州ごとのね、選挙人、どっちが通るかっていうのは大体わかる。だけど、左右、最終結果を左右するのは、 7つの激戦州での選挙人獲得数で、えー、っと、9月3日時点の分析で、ハリス氏が226人、トランプ氏が219人、おハリスさん、若干優勢なの残る7州の93人を奪え、あ、まだ未確定の場面があるんだね。この7州が勝負を決すると。 ウィスコンシン、ミシガン、ペンシルバニア、ノースカロライナ、ジョージア、ネバダ、アリゾナ。と、ネブラスカは、勝者総取り方式を採用していないんだ。ああ、そうなんだ。そういう例外もあるんだね。うーん。なるほどね。うん、なるほどね。 で、同数になった場合は下院の投票で決する下院議員は今どっちが勝ってんのどっちが多いんですかねうん。<laughs> そういうことです。 東証1630はチェンヤス。アメリカ株安が波及。ありあり今、株下げてんだ。買い時です <laughs>。あら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 。うんなるほどね。だけど、うん、一時期、8月5日に3万2000円台までつけたんだね。だから、まあ、なん、なんつうか、 そこまで戻らなきゃいいんじゃないっていう気もしますけれども。えー、っと、だから昨日の終値が37,047円61銭。うん。そうですか。<laughs> サブスク別荘新州で教科。<laughs> 最近。 何でもサブスクって言うけど、貸別荘とかじゃダメなの。東京のサムス、白馬など10カ所に拠点拡大へ、中価格帯首都圏からアクセスの良さは魅力。うん。えー、環境規制強化で生産継続難しく、原車両シム利用者小型軽量エンジン音魅力。 ということで、原付一種をめぐる課題、これ前から、前々からね、議論されてました。2025年11月に環境規制が強化され、安価の 50cc 以下のバイクは生産が困難になります。規制強化後も普通免許や原付免許で乗れるバイクを存続する必要がある。規制強化後は最高出力を抑制した 125cc 以下のバイクを新基準原付として販売。 え、由者から軽量小型の 50cc がなくなることを惜しむ声もということで、50cc のバイクが欲しい方は、今のうち買っといてくださいということですね。うん、これね、125cc のバイクをだからデチューンするってことですよね。チューンの反対ね。出力を下げるってことだから、これだけど、買ってきて、ちょっといじれば、 馬力出ちゃうんじゃないのっていう気もしないでもないですけどね。そうすると、どうなんだか、125cc バイクの本来の馬力が出るバージョンと、ちょっと出力下げてるから、これ弦付き扱いですよ、弦チャリ扱いですよっていうバージョンがあるわけじゃないですか。見た目区別かないよね。ナンバー以外は。 改造不正改造されたらどうやって区別するんだろうかまあカブ乗ってた時もありますけどあれはいいバイクでしたねあの楽しかったよね結構スピードも出るしねあの原付きとしてはねカブもう一回乗りたいですねえー、北新地域面です 台風19号被災地区への移住市補助金11世帯申請し内外からああ来てるんだ成果上がってんだねこれねありがたいことですえーと飯山駅前ホテル調停成立への議案提出飯山市会関連質問相次ぐ 判断材料少なく疑問点多い声も、これはあれですね、飯山駅前に、おっとっとっともうちょっと、飯山駅前に、えー、っと、リゾートホテル建てるんじゃねえかって、前の市長の足立さんがぶち上げたんだけど、それはちょっとどうなのかっていうことで、江沢岸夫さんが市長になって、今見直しが進んでると。で、長野市じゃない、飯山市は補助金出すんだけれども、 ちょっとね、ねぎったっていう。まあ、ざっとそんな感じで。で、事業者の方もちょっと話違うんじゃねっていうことで、調停、あの裁判所の手続きですね。で、あの、合意があったということなんだけども。<laughs> で、合意した民事調停の成立に向けた議案を提出したところ、 市議から重要な案件を議論するには判断材料があまりにも少なく疑問点が多いといった声が上がったと。これはまあ江沢岸夫さんに意地悪している派の議員ですね。えー、っと、江沢岸夫市長は昨年行政の事務執行に不備があったなどとして補助金の質をできかねると方針転換した経緯がある。 引き上げに関する調停でのやり取りは民事調停法に基づき、後悔しないことになっているとして明らかにしなかったということですね。なるほどにゃあ <laughs>、うん パラリンピックですが、鈴木3個目メダル、競泳男子200、自由形、どうおめでとうございます。鈴木、高雪選手っていいのかなえー、車椅子テニスはダブルスが、女子ダブルスが、初の決勝進出。おめでとうございます。 銀は確定なのかなこれで。えー、陸上女子砲丸投げ、斎藤良い。ん惜しい <laughs> 卓球女子シングルスは、えー、古川選手は、なんだろう。メダル取れたみたいだけど、何メダルかわからない。うん、どうなの 決勝進出なのかなこれも。えー、初出場の和田さん冷静に。えー、和田夏樹選手ですね。<laughs> 頑張です。<laughs> <laughs> 大谷さん、古巣で感謝の三塁打、99打点。もう100打点目前じゃん。 人もね本当に調子乗ってますよね <laughs> ありがとうございます調子乗ってってくださいホームランどうですかねあと残り何試合なんだろうねいやフィフティフィフティできるかどうかなんて話題になってますけどえ東、ー、証株価は日経平均3747円61銭1638円 70円安ということで、先ほど申し上げた通り。円相場は144円99銭から145円1銭のレンジで、えー、94銭円高です。円高方向に来てますね。いや、なるほど。<laughs> えー、奥山円です。牧師長野市小池ふき子さん。うん、と、何愛犬いイイかなこれ。わかんない。ちょっと 峰村義弘さん、浅川。加藤貞子さん、栗田。田中二郎さん、上野。池田恵子さん、丹波島。村上誠一さん、吉田五丁目。村上明久さん。三輪、野中佳代子さん。新州新町、木原。小林一郎さん、松代町清野。お気を申し上げます。 えーうん、え。ええ。ええ。崩し字を AI で解読できるようになったすごいね。ええー。 えー、ハンセン病患者薬剤後派東京香川でも投与355人副作用出たとの記載もこれは新米が粘り強く売ってる件ですね戦中戦後に国立ハンセン病療養所菊池恵楓園なのかなこれ読み方いつもわかんないんだけど開発中の薬後派を患者に投与していた問題まあこれあり手に言えば人体実験ですよね ハンセン病療養施設の多摩前症園と大島青症園かな。でも当時355人に硬派を投与していたことが国立ハンセン病資料館への取材で分かった。治療のため投与し副作用が出たことなどが記載された資料が残っていたということです。 うん、<笑><笑>後期遅れの奈良第一号庁の工事。あ、そうなのうん。国の合同庁舎ですかね。ああ、そうなんだ。そりゃ困ったね。<laughs> えー、紅麹被害初提訴、小林製薬にサプリで腎臓障害、ああ、腎障害出ちゃったんだ。そうですか。様々なご縁に導かれて、鈴木杏さんでいいの <laughs> ちょっとわかんないですけど。えー、俳優、女優さんですね。長野県内に移住したと明らかにしたということです。いらっしゃいます。ありがとうございます。 えー、長野県のどこなんすかねちょっとわか, <laughs>、えー、かんないですね。えー、ちょっとわかんないですね。え、姫路城市民以外に上げ、外国人4倍から1点。そうっすか。はい、ありがとうございます。 毎日新聞でした。で、えー、長野市民新聞です。<laughs> えっと、これは戸隠化石館、あ、違う、新州新町化石博物館で、えー、企画展が始まっているということですね。化石やパネルで紹介へ。新州新町化石博物館が企画展。<laughs> なるほど。いや、えー、自治会入会の促進を広北自治協議会市長に協力求める。ほ、広北地区住民自治協議会の役員が小木原健市長と懇談するようこそ市長室。8月26日にありましたと。えー、地区外からの転入者が増えている昨今自治会への入会や 持ち回りの役員の引き受けを拒否するケースが目立っていると報告、住民自治を継続していくために市の協力を求めたということですね。このままでは十数年後に自治会や区の制度が立ち行かなくなると危惧、市には自治会に入ることで得られるメリットを示してほしいと訴えた。 ああ、この辺は難しいところだよね、本当にね。鎌中島の戦い、デジタルスタンプラリー、4月12日から第2弾、景品に VR ゴーグル。もらえんの紙製の組み立て式、<laughs> そうっすか、簡易なやつね。 ああ、なるほどですね。純地ラーメン博開幕。信州ラーメン博、トイゴショウのセントラルスケア。いいですね。ということでございました。宮本さ ですかね。<laughs> はい、ありがとうございます。今日の新聞記念でございました。あれです、あれです。今日から議会です。頑張ってきます。あれっす。うん、あれあれこれね、フンスがね、おかしいんですよね、最近ね。動かないです動いた。これも解像しいですかね。